いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルメルセデスベンツ GLC クーペ 220D フォーマチックスポーツ本革仕様を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント、右フロントフェンダー、フロントガラス複数箇所に飛び石、右フロントフェンダー、リアバンパー複数箇所に線傷がございます。走行距離に関しましては約2万3000キロと低走行、かつ車両コンディションも良好な1台でございます。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。美しいルーフラインが印象的な GLC クーペでございます。こちらのお車はスポーツということで AMG スタイリングパッケージやスポーツサスペンションが採用されております。またディーゼルエンジンということで高い燃費性能にも期待の持てる1台でございます。ヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが用意されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 2.2 リッター直列4気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は170馬力でございます。また足元に関しましては純正の19インチアルミホールが装備されており、足元からも迫力を感じる1台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましても LED が採用されており、安全性視認性ともに優れたデザインとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペースしっかりと加工された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラックレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ではエンジンを始動します。ETC カードが挿入されていません。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。アダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては急速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはエコ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスモードが用意されており、エコな走りからスポーティーな走りまで幅広くお楽しみいただける1台です。フロント両席に関しましてはシートヒーターが完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。大人の方がゆったりとできるスペースが確保された一台です。また後部座席にもシートヒーター、ブルメスター製のスピーカー、サンルーフが用意されたお車ですので快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。
今回は2017年モデルメルセデスベンツ GLC クーペ 220D ウォーマチックスポーツ本革仕様を紹介させていただきました。こちらのお車に関しましては、走行距離約2万3000キロと低走行かつ車両コンディションも良好な1台となっております。美しいスタイリング、高い実用性を兼ね備えたGLC クーペでございます。純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、サンルーフ、ブルメスター製のスピーカーなど数多くの快適装備が施されております。新車保証に関しましてもたっぷりと残っておりますので、この車後も安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。